速稼ぎの久保です。今回ね、暗号通貨、例えばビットコインですよね。間違って送金してしまったら、そのコインってのは戻るんですかっていう質問ですけども、これね、ナミさん、戻らないんですよね。ほとんど戻らない。だから間違えないようにしないといけないのと、あとはね、間違いさすような、いわゆる詐欺サイトですね、そういうのもあるんですよね。だからよくよく慎重に捉えていかなくてはならないかなと思います。トランザクションが成立してしまうと、向こうがね、善意で送り返してくれない限りは、もうそこで終わりってことになっちゃいます。で、送った暗号通貨ってのはいろんなところに分散しちゃってね、ログが測れていくんですよ。これどこにどのぐらいの量のビットコインが行ったのかってことは分からないでもないんですけども、だからといってね、それが戻ってくるかどうかって言ったら非常に厳しいと。まあ、よく言うね、中央省庁が、中央の管理者が管理しているってものではなくて、まあ、分散管理ってのはこういうことなんでしょうね。 P2P っていうかね、ユーザーそのものが責任者であり管理者と。だからみんなが認めたブロックチェーンの送金っていうのはもうそこで完了してしまう、マイニング完了ということになっちゃいますね。まあ、ですのでちょっと恐ろしいことなんですけども、過半数の方がそのトランザクションを認めると、間違った送金でも成立するっていうのがこの暗号通貨の業界なんですよ。まあ、通常考えられないですけどね。多くの方がグルになって、もしくは同じミスを犯せば成立してしまうってことなんですよね。まあ、中央集権型の従来の銀行システムっていうのは、まあ、媒介する銀行がね、不正だったとかね、ミスだったということだったら口座凍結っていうのがあったりとか、現金を引き戻しっていうのもあるんですけども、暗号通貨はね、やっぱりその常識では測れないかなってところですよね。分散管理のいいところであり、ちょっと怖いところかなっていうところですね。はい、これからも動画の方よろしくお願いします。